可否では勝利を収めたが、呂布殿は曹操の策にかかり、その荒々しい生涯を閉じた。同時に私は曹操の武将として召し抱えられた。主は変われども、私は武人としての道を追い求めるのみ。曹操、いや殿の元であれば、より多くの武と出会えることだろう。今我々は赤壁で孫権劉備の連合軍に大敗し、撤退を余儀なくされている。しかし武は逆境でこそ輝くもの。張文遠、いざ参る。張竜、お前こそ絶世の武人。押村君は今まで使える主を見誤っていたこと。これよりは我が元で武の道を進むがいい。我が軍は今より赤壁から撤退せねばならぬ。無様だが逃げて生き延びねば。乱世の先に破業をなすまでわしは死ねんのだ。これは撤退せぬ。故に敵総大将の首など服用。わしの退路を開き、その上で己の命も守る。このわしの天命、お前に預けるぞ。このままでは殿が救出に向かうぞ。敵が多い。下手に攻撃の方が良いか。打ち取ったり。道は開かれた。このまま逃げ切るぞ。後方に敵増援部隊が。Yeah!
行こう。痛い目に遭いたいか。なんとか間に合ったぞ。撃ち取ったり。えらい勢いだな。その調子だぜ。まとめて叩き潰してやれ。敵将撃ち取ったり。殿、ここは俺に任せてください。加工園恩に痛い目に遭いたいか。会えたわ。敵将撃ち取ったり。ここにも兵を伏せておったか。今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったり。一人か。もう勇気は認めよう。えらい勢いだな。その調子だぜ。体になるまい。敵将撃ち取ったり。わしならここに兵を置くがな。趙紫龍、いざ参る。何、趙雲だと。戦略です。敵将撃ち取ったり。どうにか間に合ったよな。攻め立て。超紫龍のやりさばき、出るか。強いな。だが次に会った時は勝つ。敵将撃ち取ったり。
くたびれたぜ。狂飛だと？おのれ！今度は負けねえからな。敵将打ち取ったり！手遅れにならずに済んだか。俺様とやる覚悟はできてんだろうな。みんな存分に暴れてやれ。退散だ。敵将打ち取ったり。勝てそうですぜ。捨ておったか。今度は負けねえからな。敵将打ち取ったり。加減はしない。全力で参る。そうそう様、大丈夫か。敵将打ち取ったり。曹操を追うのだ。逃がしてはならんぞ。報告、前方に関羽が待ち構えています。関羽は義に厚いよ。友の恩義に勝る武器はありません。関羽殿、恩義を刃で返すおつもりか。それとも関とその名馬が主を悪鬼とするのか。行かれよ。礼を言うぞ長領。この関雲長、危うく義を踏み外すところであった。拙者にこの者たちは撃てぬ。そうそう、ここは通せるのだ。確保されよ。通せぬというなら力ずくで通るのみよ。
敵将撃ち取ったり。行くのも戦略です。敵将撃ち取ったり。私が撃つ。私は立ち上がり、敵将撃ち取ったり。我らもこうしてはいられんな。行くぞ。我が野心の炎、これ式では消えぬわ。の油断から始まった戦だが、今は命があることを喜ぶべきだな。皆もよく逃げ延びた。この雪辱は果たさねばならん。速やかに国力回復に努め、劉備と孫権を叩き潰す。わしを怒らせたことを思い知らせてくれるわ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、生涯秀才と称される人物のようじゃな。